こと羽織るみたいな。うん、まあいいか。エアカルサスえよ。え、なんかその漏れるやつ何？なんか漏れた。ちょっと漏れさせとこう。わかるさ。え、無理。え、なんか暗い。え、なんか暗いよな。なんか明るくした。美肌のとこで。ちょっと待って。美肌。明るさ？これ？なんかめっちゃ青くさ、うん、明るくなる。確かに。なんでやろ。確かに。こっちの方がいいじゃん、逆に。マスクさえなくさ、この色やからじゃない。あ、そうだよ。白いと肌が黒く見える。まあいいか。こんにちは。こんにちは。あ、え、よかった。時計持ってきてた。あ、ありがとう。時計わからんから。ちょっと機能しようと思ったけど。はい、そう。機能しようと思ったけど。あの、私が美容室に行ったせいで。そう。できへんくなりました。なんかずっと一緒にいすぎて話すことない。話せに。いえ、これ3人でコラボできたらいいな。今日はえ、ほんまそれ、うん、今日はママの誕生日。え、てか先にさ、こっちからの声聞こえてくるのよ。 逆の方の方がいい。さやのさ、こっちセリカおんの。うん、セリカもこっちさやの。だから声小さくしないとね、まあ、聞こえるから。一番近い距離で言ってるやん。もし変わらない。そういうの、同じ美容院に行ったの。違います。違います。違う。ネイルは一緒のとこ。一緒。いやじゃあ。かわいい。一緒にできないのってきてる。なんか、ダメなんですよ。同じ部屋でやったらダメなんです。そう。一緒に配信したら、やっぱコロナの問題で。やっぱこの色めっちゃいいな。めっちゃかわいい。一生思う。私はいつも通りです。それな。昨日さ、配信してる時にいつも通り安定のセリカからさ、うん、写真送られてきて、うん、あのコロナに。あ、なるほど。あ、待って。なるほどね。たくさん、劇場デビュー8周年おめでとうタワーありがとうございます。おめでとう。あ、え、今日？昨日。昨日何？懐かしい、うん、SK、AKB 劇場、SKE 劇場、SKE 劇場。でも今日私休演した。8年前初日出て次の日体調崩して。え、そうやん。え、あれやんな。ホテルのロビーで倒れた時、うん、そう、それそれそれ。懐かしい。浜がいち早く察知しました。さやなは私セリカマニアだから何でも分かります。私のこと。え、セリカが手伝われて秒で分かるから、あ、セリカ倒れそうと思ってスタッフさんにセリカが体調悪そうですって言って、スタッフさんが近く行った瞬間にもセリカ無事無事無事。やばかった。ドラマみたいな。専属の医者なんよってきてる。そうです、専属の医者。すごいよ、薬とか常にもらって。うん、え、なんかさ、合宿の時にさ、なんか2人でずっとなんか栄養のあるグミをさ交換し合ってた。なんかセリカがなんか鉄分かなんかのグミ持ってて。あ、そうそうそう、鉄分持ってた。あれが美味しすぎてずっと食べてた。さやなビタミンのレモンのやつ交換して。懐かしい。懐かしい。仲良し。ずっと一緒にいる。復帰してから。
それが昨日のインスタライブも揺れてた。え、しかもさ、昨日も揺れてたよな。揺れてたのにさ、LINE でさ、インスタライブ終わった後に、うん、なんか、なんでこんな揺れてしまうんやろ、うん、みたいな。悩んでた。めっちゃ悩んでた。なんか揺れてしまうんやけど。それに対してさ、うん、それに対して2人何も返事してないような。無視。既読無視。一方的に送って、いじって、おやすみって言って、寝た。無視。無視。一瞬で無視した。インスタライブしたいな、また。うん、3人でしよう。いや、あ、3人でできるやん。うん。3人でしよう。なんかインスタライブってさ、なんかちゃんとメイクしなとか思うやん。確かに。なんかハード、ハードさ、パックになっちゃう？え？え？なんて？インスタライブめっちゃブサイクに映る。嘘、絶対加工つける。って、なんかすごい画質がアップになるから、通さないとめっちゃ顔でかい人みたいに。めっちゃアップよな、あれ。なんでなん？そう。だから気をつけないといけません。うん。インスタライブめちゃくちゃ改善してほしい。アップになるの。それな。ちょっともうちょっと遠目がいい。ストーリーとか撮るときもさ、アップやん。そうそうそう。アップすぎて撮りにくいからね。わかる。何の話？で、なんショールームで。なんかショールームは、なんか逆に、奥目よな。あ、ね、なんか横やからかな。そうそうそう。あ、それもあるわ。うん。ワキワキしてる。時間ずっと確認してんの。13時から始まるから。ね。うん、お腹すいた。朝から何も食べてない。そう、先、赤飯食べた。ああ、食べてたよ。うわ、帰れば、いや、でもなんかさ、食べようってなるときにはお腹いっぱいないの。ああ、なんか朝早かったからさ、そうやな。お腹好きそうって思って買ってしまう。なんかさ、久しぶりにさ、ちょっと遅い集合やったやん、後から。うん。早いけど、うん、そうやな。うん。なんか、パッて目覚めた時に遅刻したかと思った。アラームならへんかったんかと思って、焦った。でも、昨日寝るの遅かったよな。遅かった。え、でも、あの夜さ、シェリカから LINE 来る前に12時ぐらいに12時半まで寝てた。配信して寝た。あー、なるほどね。もう眠すぎて結局3時半とかに寝たの。何時で、あー、でもそれぐらいかも。確かに。ほんまは早く寝ようと思っててんけどね。そうや。大変。明日は朝早い？あ、明日遅いやん。あっ、あっ。かわいそう。おい。おい。かわいそう。明日の、明日8時半からリハ。終わった。明日は、私は多分ずっと行きたかったところに行ってくる。なんやねそれ。裏山。もうずっと、ずっと見たかったものを見てくる。行ってらっしゃい。楽しみ。ハマちゃんのマスク可愛いやって。なんかファンの人がさ、大量にマスクくれた。うん、
ああ、このマスクめっちゃいい。うんうん。色もあるし。今日ワンピースの映画公開やね。ワンピースね。ワンピースさ、長いやん。だからなんか、ミントコート。何話まで見た？うん。え、もうさ、全然見ずに、ナルトもめっちゃ長いね。シーズン20なんとか。あ、そうなんや。うん。ナルト見てる、今。へぇ、でも、ナルトめっちゃ進んだ。もう、なんか、238とか、その辺。いやいや。ワンピースもそんぐらいいけるやん、そしたら。すごいやろ。すごい。ナルトにハマっちゃった。こうやって。って、やるの。ナルト。全然わからん、全然わからん。波動。え、違う、波動。パッと出てこうへん。ほんまに好きなんか。こうやってさ、螺旋岩使ったり。螺旋岩や。全然知らないわ。ラーメンのナルトみたいな。ギザギザ。え、そうそうそう。ピンクの丸。そうそう。あれ？それ。あれ、おでこについてんの？うん。それはついてない。でもな、あれな、人によって違うね、うん。ここのおでこにつけてるマーク。あ、そうなの。そう。へぇー。なるとめっちゃおもろい。へぇー。はぁ、疲れた。マジで最近ワンピースが、街中がずもう全部ワンピースやん、ほとんど。コラボとかして。そう？え？興味ないから、どこ入らんねやろ。そう、何にもわからん。ナルトじゃない。ワンピース。ワンピースな、見てたんやけどな、途中。うん、なんかやっぱナルトにシフトチェンジしたよ、完全に。まあ確かに、1027ぐらい、アニメは。そんなにあんの？うん。やば。今日映画テレビでやるよ、やって。え？そう、その前にあれ99人の壁があるんですよ。見てください、みんな。あ、まだ放送されてないね、あれ。そう、今日放送でーす。結構映る？わからん。ワイプぐらいちゃうかな。みたいな。ちょっと可愛い子いるなぐらい。そんな可愛いと思ってくれたらいいけどな。でもさ、なんかね、難しいよね。あんな99人もおる中にさ。いや、でもすごい、あの普通に。え、じゃあさ、楽しか。え、見たってことやろ、直接。あの、MC の。あ、うん、佐藤二郎さん。二郎さん。え、めっちゃ好きやから羨ましい。え、めっちゃ好きになった、あの番組で、私も。え、そういうのはめっちゃ好き、そもそも。ね、まあ言ってた。そう、ずっと言ってる。佐藤二郎さん大好き。佐藤二郎さんと室瀬さんが大好きすぎて。私の、あ、そうそうそう。あ、でも言わんとこ、私のエアドロップの名前。え、やめて、言わんほうがいい。だって言ったらなんか、変なん届いたら嫌やん。佐藤二郎さん全然関係ないけど。うん。1位になったらすごいよなって。確かに。でもあれさ、そうさ、1位になれへんよな。無理、決まってるやん、もう。だってもう、さ、あんなんだってもう。ほんまにさ、なんていうの、すり方、なんだよ、なんかさ、マジで極めてる人やん。そうそうそう。だから、セリカが1位になるかもしれへんけど、勝ちで極めてる人でさ、あんな早押しも得意じゃないとあかんから、難しいって。そう、早押し、マジですごいなと思った。クイズ番組ってこういう感じなんやって知った。だってさ、セリカの場合さ、早押し苦手そうやん。
ポン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 みたいな。こう、こうの無理だよ、絶対。絶対無理や。こう押されへんかった。そうそう。だから無理です。絶対無理。あ、15分経過しました。今38分。45分ぐらいにランキングする。え、思った。それな。いえ。もう最近ずっとスリカと言いすぎてやばいです。でも、あ、昨日、あ、言った？あ、言ってないか。昨日、その、え、何これ、エスカレーター？そう、エスカレーター。っていうか、普通に待ち合わせしてて、6階ぐらいで。うん。6階で待ち合わせしててんけど、セリカが B1 から1階に上がるときに、サヤナは1階から B1 に降りていってて、ちょうどここで、ここで疲れたの、このマスラー部分で、ちょうど真ん中よな。そうそう。なんかちょうど真ん中で。ちょうど真ん中でクロスする、このクロスしてるところで、なんかちょうど右と左の顔が出てくるんですけど、こうクロスしてるところで、ちょうどセリカがいて、セリカまさかの、私が先についてて、で、そうそうそう、お金下ろそうと思って下に行ったんですよ。で、セリカが今ついて今から上がるみたいな連絡来てて、え、これワンチャンすれ違うかもって思って、私は割と見てて、セリカがすっごい深く帽子かぶって携帯触ってて、セリカ、うん、人目気にせず叫んでしまった名前を、セリ、セリもう周りの人にセリカっていうのが知れなくなってしまったあの子セリカなんやなったガチでこうなウィーンって上がっていくときマジでおもろかった。ガチで面白かった。運命的な出会いしてた。っていうか6階で待ち合わせなのに下に降りていってんのが多すぎてなんで逆行ってんねんって思って。え、なんかさ、下にしかなくて ATM が、あー ATM がね、そう、しかもさ、昨日さ Twitter でも書いたんやけど、 ATM 下ろすやん、うん、ねえ、うん、多分ボーっとしてて、で昨日メガネも忘れたしで、なんか昨日ボーっとしてたから、うん、そのまあカードやるやん、でまあ暗証番号とか打って、うん、でそれでまあそのお金が出てくる前にさ、カードとさレシートみたいなの出てくるやん。で出てきて取って、あ、残高確認してた。よしと思って、よし行かないとって言ったら、なんかピー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 みたいな、ああ、なんか入り口と出口一緒やと思ってて、だからなんか、え、間違えて入り口の方で行ったからそっちじゃないですよって言われてんのかなと思って、でもどっちでもよくないとか思ってて、なんでこんなピーピーならされないとあかんねんと、お客様みたいな、お客様がいてくださいみたいな、何ですかみたいな、人当たりはいいからさ、え、何ですかみたいな、ないし、うん、にみたいな、入り口と出口、一緒でいいやんとか思ってて、お客様って言われて、でなんか、お金お金取ってないんです。いや、恥ずかしいと思って。すいませんって。あ、ほら。しかも、おろしたの1万円だけ。まださ、なんか3万、4万とかなんかあるのに、1万円だけの時にさ、忘れてしまう。ちょっと、まださ、2、3万ならさ、あ、すいませんみたいな感じの気持ちでいけるけど、まあね、1万円からがちょっと恥ずかしいの、なんか1万円ですいませんマジで恥ずかしかった。なんかお金を置いてってことに恥ずかしいんじゃなくて、1万円やったことにちょっと恥ずかしかった、うん、この子なんか下ろすのに1万円そう、1万円下ろすんや、毎通多いのはいいそうそうそう、1枚やったねそう、超恥ずかしかった。すいません。走って。入り口出口同じやったし、それでピーピーなってなかった。お金忘れてってた。あ、それ普通にね。いや、入り口と出口教えるブザーなんてないから、普通だからさ、結構さ、なんか高級そうやったよ、あそこ。
確かに。だからなんか、え、高級なとこってそんなことでピーピーなんのと思って。東京嫌やなと思って。普通に。ピーピーなった時に気づいてて、うん、ピーピーなった時にさ、気づかへんかった。え、多分さ、最初のさ、ちょっとさ、出口までのさ、歩いてる真ん中ぐらいまではさ、うん、その、何銀行のさ、機械もさ、まだ取ってくれへんかなやん。でもほんまに、うんうん、そのドアの付近でピーピーなりだしたの。ドアの付近で多分機械も、うんうん、これはやばいと思って、ピー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 みたいな。なりだして。ガチやばかった、恥ずかしすぎて。おもろ。気をつけてください。気をつけよう。疲れた。でしかもあの後、スリカとなんかね、うん、おしゃれな飲み物を飲んだんですよ。帰り際に。おしゃれな飲み物？ああ、はいはい。そう。で、なんか、めっちゃレモンの、なんかレモンの丸いさ、やつがすごい敷き詰まってて。あ, あれ取れへん。しかもさ、スプーンとかもさ、じゃなんかボトルがこれぐらいあるとしたら、スプーンこんなんなの。もう取れへんやん、僕も。で、あれ取らずに持って帰って。めっちゃ必死にさえながら。めっちゃ必死に。こんなん。おしゃれな場所で。めっちゃ可愛いやつやのに、めっちゃレモン必死。手ベタベタなの。来た。テーブル取れた。最悪。あ、やばい。もう45分に今からあと2秒後。なった。なれます。やめます？交代交代にランキングやもん。あ、いいよ。あ、ランキング。あ、これ。じゃあ、いいよ、スリカから。ちょっと待って、13位の人の韓国語が分からへん。いいやん。誰か翻訳してください。ハムサンニダーって言えば。いやいやいや。適当やな。どうやって読むん、そんな。難しい。セーナーが13位読んでる間に翻訳待つわ。じゃあ、読みます。13位、中澤さん。ありがとう。すごい、なんか結婚してっていうなんかが飛んできた。プロポーズ？お預け。読んだで、13位。え？こうへん。みんな忙しいんかな。じゃあ12位読むわ。うん。え？なんて読むのこれ。あ、わかった。これなんて読むこれ。なんてこれ読めへんの多すぎやろ。これなんて読むこれ。読めへん。知らん。あ、ランキング変わった。12位読む。12位。ヨッシーあった。99人の壁楽しみ。さん、ありがとうございます。ありがとう。11位、みおさん、ありがとうございます。11位、おーちゃんあった。ハマスリ大好き。さん、ありがとうございます。書いてないけど。出た。10位、マープーさん、ありがとうございます。書いてます。10位、スイカの種あった。セリちゃん、何飲んでるの？特茶飲んでるよ。そうなんだ。さあ、ありがとうございます。書いてないけど。長すぎやろ。9位、シータンさん、ありがとうございます。9位、トリオヤジあった。セリちゃん、レッスン頑張ってね。さあ、ありがとうございます。書いてないけど。8位、セブンさん、ありがとうございます。8位、カリカリ梅男アット、セリちゃんとハマちゃんのネイルかわいいね。さあ、ありがとうございます。書いてないけど。7位、マユミンさん、ありがとうございます。7位、音速の貴公子アット、ハマセリかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、サトルラブさん、ありがとうございます。あ、13位のね、あの、来たので読みます。13位、コンサスムミウアット、セリちゃん大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位読むね。
6位、社員アットしもべ27号、今日も白いねさん、ありがとうございます。書いてないけど茶色いやろ。5位、プントさん、ありがとうございます。5位、幻アットセリちゃん、この後もダンス怪我しないように頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、タッチさん、ありがとうございます。4位、ひなちゃんの中心アット、せりちゃん、8月も頑張ろうね、うん、さん、ありがとうございます。書いてあるけど。いやいや。3位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位、みつたかアット、早くオンラインお話し会行きたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、かずさん、ありがとうございます。2位、中心アット、ハマセリのコント、また見たいです。さん、ありがとうございます。書いてないけど。1位、クレズアットマーク、インスタいいね、コメント待ってます。さん。あ、そうです。昨日インスタ更新したんで、ぜひ見てください。お、ありがとうございました。そして1位は、タクアット、ハマセリ、この後レッスンかな、ファイト。さん、ありがとうございます。イエーイ、書いてたん？書いてた書いてた。最後の方はマジでネタなくなってたし、セリカバレてた完全に。かわいいとかもめっちゃありきたりやあーそうだ、もうでもこっからねゆっくりやっていきたいと思います、はいね、頑張ります。ってことで終わります。はい、バイバーイ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイ、さよなら。バイバイ、ありがとうございました。